一番の兄貴、大丈夫ですか？おう、三井、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ、一発で達成じゃないですか。何言ってんだ、これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を？そうだよ。わざわざ、こいつに騙されたガキを全員見つけて？そうだっつってんだろ、俺。わかりました。のう、そうだ、ミツ、ここどうなってる？メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、炭鉱部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合っすか、兄貴。あ、こっちの方も整えた。別に触るんですよ、先生。